WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、石川かれんです。今回私初めて一人で出させていただくということなんですけれども、簡単に自己紹介させていただきますと、北海道の札幌市出身の、2003年生まれ19歳です。20歳の代です。普段は、インフルエンサー、女優、タレントとして活動していて、YouTube や TikTok、Twitter、Instagram など様々な SNS を使って活動しています。小学校1年生の時に、地元の北海道の室蘭で、ドラマの撮影をしていて、そこでエキストラ募集をこう新聞で呼びかけがあって、そのエキストラ募集の要項を見て、応募したところ、そのエキストラ募集にこう引っかかって、ドラマの現場に初めて入って、こう女優さんがカメラが回る前と回った後とで全然表情とか声色が違って、その女優さんの雰囲気の差にすごく衝撃を受けて、私もテレビの中に入ってこんな女優さんになりたいって思ったのがきっかけで、小学校1年生から活動を始めました。今回私この写真集、ファースト写真集で、初めて出させていただくっていうことで、やっぱりこう19歳の石川かれんを詰め込んだっていうコンセプトでやらせてもらってるので、変に背伸びすることなく飾らずに、なんか素の表情をこう表紙に使えたらなと思っていて、いろいろ候補いただいた中でもこの写真が一番こう誰かに名前を呼ばれて振り返った瞬間みたいな一番自然な感じに見えたので、この写真を選んだんですけど、一番表紙ってこう消費者の方っていうんですか、お店で通りかかった方が買うかどうかを決めるのって、まあ、知ってるかどうかもだと思うんですけど、表紙を見てビビッとくるかだと思うので、やっぱりこう目が合うような写真を選んだので、ぜひ目が合って連れて帰りたいなっていう気持ちになってもらえたらなと思います。そうですね、北海道で撮影するっていうのはずっとやりたかったことで、やっぱりこう一目見て北海道が分かるような大地の広さみたいなのが伝わる写真とかも撮ったりしてて、それもすごいお気に入りなんですけど、美瑛町っていうところに行って、美瑛町の電車に乗ったんですけど、電車が東京とかと違って2両の電車なんですよ。その電車がちょっとレトロな感じで、この写真が私のお気に入りなんですけど、これは撮影をするときにスタッフの皆さんとコンセプトを決めて撮影をしていて、ちょっと世間知らずなお嬢様が一人で初めて自分のお家を出て、こう離れのおばあちゃん家に行くっていう設定をつけて撮影したんですけど、私もこう上京するときに不安な気持ちと楽しみな気持ちといろいろあって、そんな気持ちが表情に込められてるかなっていうカットになったと思うので、お気に入りです。でやっぱり窓の外の景色とかもなんかこう緑がすごい生い茂っていて、北海道のこの自然豊かな感じが分かりやすいかなと思って好きなカットです。中学校1年生まで札幌に住んでたんですけど、中学校の時の遊び場って言ったらたぬき工事だったんですけど、札幌の大通りの方の手前にあるたぬき工事っていう商店街、すごく長い8号くらいまである商店街、8番街くらいまである商店街があって、そこの商店街にお洋服屋さんもありますし、綿飴屋さんとかタピオカ屋さんとか、そういうなんだろう、10代の女の子が行って楽しいお店がたくさん詰まってる商店街があったので、そこに学校帰りにみんなでタピオカを飲みに行ったり、ハロウィンとかクリスマスにこうコスプレの衣装を貸し出してるプリクラ屋さんとかもあったので、そこに行ったりしてて、そのたぬき工事で実際に撮ったシーンとかもあるので、なんか懐かしいなって思いながらも、ちょっとやっぱり上京して6年くらい経っているので景色が変わってたりだとか、あのお店なくなっちゃったんだっていうなんか寂しさもあったりして、なんかちょっと浦島太郎になった気持ちで、なんかちょっと寂しい気持ちもありながらの撮影でした。北海道にしかないものって言ったら何ですかね。生活してみてこれいいなって思ったものが、私玄関フードなんですけど、北海道ってこう雪が降ったりとかこうしてドアが開けれなくなっちゃったりとかするトラブルを防ぐために、そしてなんか防寒のために、玄関のドアの外側にこういう玄関フードっていうもう一つ玄関のドアみたいなのがあって、そこになんかこう物を置いたりできたりとか、ドア出た先でもう一個あるからちょっとあったかい空間がまだ続いてるみたいなところがあるんですけど、東京の家にはそれがなくって、
あれがあるとすごい便利だなってなんか生活して気づいたんですけど、でも観光としてこう帰ってきて、あ、北海道いいなって思うのはやっぱりこう空港の自動ドアが開いて外の空気を吸った瞬間になんかやっぱり違うんですよね。なんかこう空気がスッと入ってくるっていうか、やっぱ湿度がないっていうか、湿度がこう低くてカラッとした空気だからこそすごく美味しく感じるし、なんか今日も着いた時に寒いかなと思って上着持ってたんですけど、上着いらないくらいの涼しさ でなんか空気美味しいなと思ってマスク鼻だけずらして空気吸って、もう本当になんだろう、空気が美味しいっていうのはうまく表現できないですけど、なんかとにかく美味しくて、なんかずっと空気吸ってたくなるなっていう北海道の良さは東京に行って気づきました。でも東京に行ったからといって空気汚いなとか思ったことないんですけど、帰ってきては美味しいってなるってことはやっぱり北海道がよっぽど空気きれいなんだなって思いました。そうですね、まずはもう家族に一番見てほしいっていうのがあって、でも家族に見られるにはちょっと恥ずかしいページとかもあって、私今回そのずっと避けてきたランジェリーの挑戦とかも今回の写真集で初めてさせていただいたので、そのオフショットとかも家族に見せてないですし、この本紙を実際に手に取ってもらって初めて見るカットだと思うので、それはすごい緊張してるんですけど、普段こう私を応援してくださってるファンの方だけじゃなく、名前聞いたことあるよとか、ちょっとテレビで見かけたことあるよとか、あ、なんか聞いたことあるかもみたいな、ちょっと曖昧な存在として認識してもらってる方にも本屋さんで見かけたらぜひ手に取ってもらえたら嬉しいなって思います。なんかこう今いてくださってるファンの方だったり応援してくださってる方にも届けたい思いもあるんですけど、これからの石川カレンを一緒に見守っていただきたいなっていう意味で新しいファンの方をゲットできたら嬉しいなって思います。いやー、謙遜した方がいいのかもしれないですけど、かなり思いもこもってますし、本当に最強のチームで撮影できたので、もう100点満点超えて120点くらいの出来栄えだと思います。私秋冬は去年はすごいニットワンピとかにすごいハマってて、今日もやっぱり東京と札幌とで気温の差があるかなって思ったので、中はキャミソールのワンピースでこうセットなんですけど、キャミソールワンピにカーディガンで気温調節できるものとかが好きで今も着てるんですけど、今年はファーベストが流行ってて、ファーベストを私ももう3種類くらいゲットしたんですけど、素材違いでなんかこうボアっぽい羊みたいなモコモコなベストだけじゃなく、なんかこうシャギっぽい、なんかこう繊維っぽい感じのファーベストもゲットしたりとか、あともっとなんかこうなんだろう、アニマルっぽい感じのふわふわ感がある、なんか毛って感じのファーベストもゲットして、でもなんかもっとベストって結構気温調節もしやすいし、袖の付け外しができるものとかもあって、なんかいろいろ便利なので、もっともっとファーベストゲットしたいなって思います。あと今年はニット帽をいろいろゲットしたいなと思ってて、まだ2個しかゲットできてないんですけど、可愛いなんか猫耳とか犬の耳がついてるニット帽もなんかちょっと流行ってるので、そういうの1個ゲットしたいなって思います。ファースト写真集カレンを、発売させていただきまして、この写真集をこう販売するまで結構すごい緊張もあったし、でもこの一冊にたくさんの思いを込めて、たくさんのスタッフさんとこう心を一つにして作り上げた作品 でこの作品を作るにはやっぱりファンの皆さんの応援だったり、ファンの皆さんがカレンちゃんを見たいっていう気持ちをこう持ち続けてくれたから出せた一冊なので、本当に皆さんに支えてもらって、皆さんにたくさん愛していただいて、今日私がここに入れてると思ってるので、これからも、皆さんと一緒にもっともっと大きくなっていけるように頑張りたいと思っていますので、まずこちらのファースト写真集カレンを読んで、もういろんな表情の私を見て、もっともっと私のことを知って、たくさん好きになってもらえたら嬉しいです。いろんな皆さんの喜怒哀楽に寄り添える一冊になってると思うので、ぜひぜひ一冊でもゲットしてください。